おはようございます。今回はコーラで発酵式 CO2 をやりたいと思います。2013年の動画なのでニコニコ動画にしかアップしてなかったものです。音声をつけて再投稿してます。この 1.5 リットルペットボトルで CO2 発生装置を作りたいと思います。炭酸のペットボトル 1.5 リットルが最大やと思ったんですけど、ニコニコのコメントでですね2リットルがあるっていうのを教えてもらいました。その後2リットルの、ボトルに変えてます。もともとのこのキャップにはですねパッキンがないので、こちらのパッキンのあるキャップにしたいと思います。まず霧で穴を開けて、ドライバーで穴を広げます。こんなぐらい広げました。L字が簡単に入っちゃいますね。これでは穴が大きすぎますね。こんなぐらいきつければいいでしょう。念のために接着剤で隙間を塞いでおきます。で2013年の4月から無職で1年ぐらい遊ぼうと思ってました。気楽に過ごしたいなとですね。で収入がないのでできるだけお金を使わない遊び方を考えてました。水槽遊びもですねそんなにお金はかからないですね。器具をじゃんじゃん買わなければ。で農業をかじってみようと思って土いじりをしてました。この時は農民に憧れてましたね。今は農業やってないんですが、2013年の話です。コーラそんなに飲まないんですけど、せっかくなんで1杯ぐらい飲んでおきますね。炭酸がきつい。でこんなに飲めないんで、このコーラに入ってるもともとの砂糖で発酵してみたいと思います。ドライイーストを入れまして、当時はですねお金を使わない遊び方をいろいろ考えてました。髪の毛は自分でバリカンで刈ると。で物は友達にもらうっていうふうにしようと思ってました。で知り合いの畑を手伝いに行くとですね野菜を分けてくれたので食費は浮いてましたね。アクアに関係ない話ですね。さて、発酵を抑制するために重曹を入れます。重曹を入れたんですが、よいしょ、おっと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 、泡がすごい吹いてきました。炭酸に重曹を入れるとこんな風になるんですね。こんなに泡になりました。でよく考えたらですねこういう化学式で泡が出るのは当たり前やったんですね。こんなに泡でなくなっちゃいました。で今まで1リットル使ってたんで、すぐに発酵が終わっちゃうんですよね。そこで 1.5 リットルにすると。で 1.5 倍の時間持ってくれればいいんですが。でやってみました。しかし数日後全然発酵しません。コーラでは糖分の濃度が低いのかもしれないですね。でこういうふうに水槽より上に置くのはあんまり良くないです。ボトルが倒れるとアルコールが水槽内に入る恐れがあるということですね。もう1本ペットボトルも用意しました。 1.5 リットル1リットルの時と分量を 1.5 倍します。重曹も 6g 入れておきます。砂糖は 300g。 砂糖結構入れるんですよね。で水で溶かしてペットボトルに入れていきます。でアクアのベテランの人には発酵式 CO2 の作り方っていうのはご存知だと思うんですけど、まあ、動画を見て初めてアクアを始められる方もいると思うので参考になればと思います。でまあ仕事辞めて時間があるんで動画作りで遊んでるんですね。この頃結構動画を作ってました。コメント励みになってます。動画作るのにモチベーション上がってますので、またコメントをください。ボトルは満杯にしないようにします。でこういうふうに水面より低い位置に設置しますね。で砂糖を入れた方から早速 CO2 が出てきました。コーラの方はやっぱり糖分が少なかったのか出てきませんでした。なんかコーラ飲みたくなってきたな。はい、どうもご視聴ありがとうございました。ではどうも。